文化放送のゴールデンラジオからちょっと引用します。アベノミクスの失敗をまだ受け継ぐ高市という日本危機、その話です。それから今もう日銀の金融政策がもう利下げなのに、FRB が利下げしてるのに、金利差が縮まってるのに、円安がどんどん進んでるわけ。で、株がどんどん上がるわけ。それはなぜかというと日銀は株価が一回4月31日利上げをして4400円落っこって恐怖になってるわけ。だから今ずーっと株価を上げるために円安を誘導してる。で、今、高市さんになれば、アベノミクス引き継ぐから、これこそ円安インフレをさらに加速させていく。で、産業は衰退しちゃうので、多分、なんだろう、こう、どんどん、こう、死んでいくっていうか、に自然死していくというか、だらだら持つけど、死んでいくみたいなシナリオになっていって、未来がだんだんなくなっていく。そういう選択を。